はい、そしたらですね、血抜きしたあん肝を煮ていきます。そしたらですね、これはもう血抜きして、それでさらに血栓まで抜いてる状態ですね。そしたらこれを湯で洗って、はい、湯振りしてから、はい、で水気が切れたら、はい、こっちに煮物の出汁ですね、はい、でこっちは、まあ、砂糖、醤油、みりん、あとは酒ですかね、はい、まあ、そちらに入れて、あとまあ生姜のスライスを入れたものになります。で同じく水気を切って、はい、大きく、はい、そしたら落とし蓋をして、この状態で弱火でこちらで15分から20分ですねという状態で煮ていきます。はい、そしたら20分の時間が経ったら、こんな感じで、ただだいたい冷めればある程度味は入るんですけど、まあ、1日2日置いてから、はい、使ってあげた方が、まあ、味がしっかり馴染むかと思います。はい、じゃこのまま常温まで落として、でその後冷蔵庫にしまうっていう風な感じの流れですね。